帯広市役所からのご案内です。まず男女共同参画セミナー受講者募集についてのお知らせです。男女共同参画セミナー緊急課題超高齢化をどう乗り切るか、新しいケアシステムに向けて眠っている人資源の活用が急務の受講者を募集します。日本医療大学看護学科教授である林美恵子氏を講師に迎え、少子高齢化が進行し介護を必要とする人が増加する中、介護問題にどう対応していくのかを学びます。日時は9月20日金曜日午後7時から午後8時30分で、会場時間は午後6時30分です。会場は十勝プラザで、受講料は無料です。申し込みは9月19日木曜日までに男女共同参画推進課へ。なお、未就学児の託児を希望される人はご相談ください。詳しくは帯広市のホームページをご覧になるか、男女共同参画推進課電話 65-4134 へ問い合わせください。続いて万栄十勝篠田さんからのお話です。9月14日土曜日午後8時に万栄十勝で、秋の恒例となりました万栄十勝花火大会が行われます。帯広競馬場から打ち上がる早打ち、スターマインなどは大迫力、十勝の秋の夜空を色鮮やかに彩ります。雨天地の場合は打ち上げを翌15日日曜日に順延いたします。合わせて9月14日15日の土曜日日曜日にびっくりバンバンマーケット with 万栄十勝を開催いたします。グルメが大集合し、ナンバーワンメニューを決める S1 グランプリや激安チャリティーフリーマーケット、ペア釧路夕日観光クルーズ船とホテルロイヤルイン宿泊券など豪華景品が当たるスタンプラリー大抽選会が行われます。また十勝くれないとエクスクラメーションによるよさこいのほか、ご来場プレゼントや大人気の激安縁日やふわふわドームなど、お子様も楽しめるイベントが盛りだくさんです。なお、イベント開催中の2日間は入場無料となります。イベント当日は混み合うことが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。また駐車場は大変混み合いますので、公共交通機関でお越しください。もちろん両日万栄競馬の迫力あるレースも行われますので、丸一日帯広競馬場でお楽しみください。詳しくは万栄十勝広報電話 34-0825 までお問い合わせください。最後にティータイムコンサート、ワンコインで楽しむ午後のひとときについてのお知らせです。ティータイムコンサート、ワンコインで楽しむ午後のひとときを開催します。出演はカホンの神田直樹さんとピアノの久保ゆかりさんの2人で活動しているインストゥルメンタルユニットピアホンです。クラシックからディズニーの曲まで盛りだくさんの1時間の演奏会となっています。日時は9月26日木曜日午後1時からです。場所は帯広市民文化ホールで、入場料はワンコインの500円です。チケットは帯広市民文化ホールのほか、勝前サロンでも取り扱っています。平日のお昼に優雅なひとときを過ごしてみませんか。皆さんのご来場を心よりお待ちしています。詳しくは帯広市民文化ホール電話 23-8111 へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。